長く取っている方を体験、短く取っている方を証券と呼びます。体験が証券の上に来るように一回転させ、後ろから前に通したら、体験を上から輪っかの中に通し下げていきます。証券を引きながら長さを調節していきます。ティンプルと呼ばれるくぼみを意識しながら証券を引いて締めていきます。形を整え、最後に証券を引きながら長さを調節し完成です。